はい、えー、クライマックスファイナル4戦目ということで、えー、今日も東京ドームで巨人対 DNA が戦われました。そして今日の結果です。えー、今日は、えー、巨人が4対1で DNA を下したということで、これで、えー、クライマックスファイナル初勝利というのは巨人ですね。面白ないな。うーん。とっとと負けたらええのに。<laughs> まあ、あのー、 昨日の終わった雰囲気では、今日もそのまま行きそうな感じはちょっとあったけどね。あったけど、それを、あの、そうさせへんだんは、何が言うたら、一番は、巨人の先発の井上春人や。俺がえピッチングしたよ。なんせ5回までパーフェクトやで。うーん、上出来やったわ。 あの、井上ハル人って、あの、字は違うんやけど、高橋ハ人、タイガースのな、同じ読み方するや、ハル人って。で、似てるね高橋ハル人の方が上なんやけども、まだね。上なんやけども、その高橋ハル人に井上ハル人は、あの、近づきつつあるなっていうのが、まあ、今シーズン見ててもちょっと思ってたんよ。で、今日もエプチングしたわな。まあ、それが、阻止したというか、彼がな。 そんな感じに、えー、見受けられたね。まあ、そんな形です。それでは早速ですけども、お両チームの先発ピッチャーです、えー。ジャイアンツは今言ったように、井上春人、えー、今シーズンは25試合先発で登板してて、えー、8勝5敗。防御率2.76。まだまだ伸びるよね、このピッチャー。来年度は、来シーズンは2桁勝てると思います。 対、えー、DNA 戦は4試合先発してて2勝1敗、防御率2.55と、えー。直近の2試合は9月の27日に対中日戦で投げてて、えー、勝敗はつかずで5回無失点でした。でも無失点やからな。その前は9月の20日、ちょうど1週間前やね、対、えー、広島戦で、えー、投げて勝利投手です。5回で1失点。 うん、まあ安定してきてるよね。これ見てたら。まあそんなところでした。ベイスターズ。えー、先発はジャクソン、うんえー。今シーズン25試合先発で、えー、8勝7敗。防御率2.90。防御率がちょっと高いよな。だからまあ8勝までやったんやろうな。もう少し下がってたら2桁勝てたよね。だけど十分2桁いく、うんうん、力を持っています。 対巨人戦は4試合の先発で1勝1敗、防御率2.19だから、巨人戦はいいピッチングしてますよ、ということですね。直近の2試合は10月の13日です。これは CS のファーストステージで阪神戦でした。5回3分の2を投げて1失点、勝利投手です。それからその前は10月の1日。 これ、なんか12日で投げてるな。えー、対広島戦、えー、勝利投手です。7回1失点というところで、こう、これも安定している、安定したピッチングを続けてたということですね。最近の時やな ?12 が最近やから、えー、高橋春人や。うん。うん。二日目やね。うん。えー、DNA の敗因を行きますね。えー、先発ジャクソンの はい、今一つ目、えー、先発、ジャクソンの交代が遅れた。今日の試合はね、えー、DNA 側から言うと、一言で言うと、えー、投手交代と守備の乱れで、まあ負けたようなもんや。まあそういうことなんですよ。で、まあ今、投手交代がこう言ってるのね、えー。ジャクソンは良かったんよ今日。6回まで、えー、っと、これで1失点やからな。 良かったんよ。弾も走ってたし。えー、だいぶうちに行くそうやったしな、巨人もな。これ、6回までやろ六回、7回投げて打たれてしまったんやけどさ。で、なぜそう言うかっていうと、えっ、ー、と、ジャクソンは、まあ、いつもだいたいなんか6日で1週間ごとに投げてる。で、さっき言ったように、直近ではもっと休んでたわけよ。 じなんか12日とかもあったわけでね。まあそれはスケジュールの関係で、普段はなんか6日は絶対で投げてるはずやね。で、今回は前回の CS のファーストステージから考えると、中5日で投げてんねんから、ちょっといつもよりは少し早めに下ろしてやらなあかんなっていうふうに思わなあかんやんか。で、そもそもが5回しか投げてないんやん5回、さっき言ったようにね。えー、っと、直近の2試合で言ったように、 えーえー、5回3分の2とかああ、7回投げてる試合もあったけど、割と阪神戦は5回ぐらいで交代してることが多かったからね。そんなイメージがあるんですけども。まあ、あそうやって、なんか5日で今日は投げてると。ちょっと、休養がちょっと少なめで投げてるよというのが一つと、それから、えー、と6回裏に2アウト1塁3塁で打者岡本というピンチがあったんよね。 で、これをなんとかライトフライで岡本を打ち取って0点でしのいだわけよ。ここでジャクソンが、あのー、すごいガッツポーズしたんやけども、ようもうここまで頑張って投げたわっていう感じのガッツポーズにも見えたわけね。ということはもう次の回はしんどいやろなと思ったわけよ。ところが7回投げさせたわけよ。で、坂本に甘い球は3球ぐらいいった。その3球目に打たれたわけよ。で、次のバッターにも甘い球打たれてんね。 遅いんや、交代が。もし6回で帰んやったら7回で坂本にヒット打たれた段階でもうすぐ帰んなかんねん。遅いんこれ。三浦もう分も,もうピッチャーいいんだんちゃうかまあちょっとピ,ピッチャーは、あの、その前日昨日かうん、よけ、OK、作った、使ったからな、いっぱい。DNA のなんかリリーフまで知らんけどさ。うん い,やいっぱい使った。使ったしあの、インィングまたぎで2回投げてるから、普通1回で終わらせるのを、2人のピッチャーは、それをやったからさ。らちょっときついのはきついんやけどさ。だけど、うーん、ちょっとね、引っ張りすぎたかなというふうに思いました。えー、それが一つね。それから、えー、もう一つ言ったのは、あの、白身のメダルというところなんですけども、 まず7回の裏。これは、ちょっと簡単に振り返ってみると、まずはヘルナンデスから、今日はヘルナンデスが帰ってきて、スタメンに組入れました。5番ヘルナンデスです、センターね。で、ヘルナンデスはレフトフライでなんとか打ち取りました。で、さっきの坂本のヒットの場面なんですけども、ど真ん中なんですよね、これ。 ど真ん中のチェンジアップをレフト前に引いて打張って、まあホームラインになれへんだったけどまだマシやったんだけども、えー、これ3球投じて3球とも全部甘い球やね。この真ん中付近に来てねえな。もうそっからしてももうあかんよなと思って。そして、えー、7番の中山のところで、中山には低めに行ったんやけど真ん中の低めやからライト前に運ばれましたと。いうことで、これで、えー、ワンアウト1塁3塁となって、これは8番岸田。 で、岸田のところで、えー、巨人ベンチはセーフティースクイーズをかけたわけね。で、えー、ピッチャー前に転がったと。で、三塁ランナーは一塁三塁やから、三塁ランナーはホームインと。うん、転がったのを見て。で、ピッチャーのジャクソンがボールを取ってバックホームしたんや。もうタイミング間に合えへんな。まあちょっと際どかったは際どかったけど、でも間に合えへんなと思ったよ。 間に合えへんと思ってんのに投げてるから、フィールダンスチョイスということになるんよね。野球用語なんやけども。で、1点が入ったと。で、ここでもって、えー、なおもアワンアウ塁二塁というところで、ジャクソンから中川てに交代。昨日にイニング投げたピッチャーをここで出したわけや。それもどうかと思ったけどね。まあ昨日良かっただけに、えー その良かったピッチングで抑えてくれと、三浦監督は思ったよな、多分。ねえー、さっき中山が、坂本のあたの中山がヒットを打った時に、ダイソー、増田、巨人の中で足入いランナーやな、えー、を、に変えてたわけよな。で、えー、二塁ランナーが増田、一塁ランナーが岸田ということで、えー、セ,セーフティースクイズした岸田もセーフになってるから、ホームに投げてしまってるから。 間に合えへんのにホームに投げたら一塁ももう間に合えへんようになってしまったわけやな。で、ワーンアウト一塁二塁というところで、そのアンダースローの中川流行ってやった。で、初級に一塁二塁のランナーが二人とも盗塁すんねんな。一塁のランナーは二塁に向かって走る。二塁のランナーは三塁に向かって走りますと。ダブルスチールです。二人連続同時にやるから。で、ダブルスチールが成功すると。 キャッチャーの戸柱はボールは、ピッチャーからボールを取ったけど投げる、投げられへんだよ投げよう思ってももうランナー滑ってるから。完全にだからアンダーストローのあの方も盗まれたわけ。まあ、ええとこに狙いをつけたと思うね、巨人は。そして、えワンアウト二塁三塁になりましたとで。で、ワンワンから、内角のストレート来たんだけども、 それを右打ちにして、えー、右打ちなんだけども、ファーストゴロになってしまったと。で、ファーストゴロでオースティンが取りましたと。取って、えー、ま、二塁三塁やからバックホームをしたわけやな。でも,も、あのタイミング間に合えへんわ、あれ見てて。間に合えへんのにオースティンも、ホームに投げてしまったと。しかも悪送球やと。キャッチャー取れないと。いうことに二塁三塁のランナー二人とも帰ってしまったと。で、ここで二点入ったと。 で、さっきのセーフティースギリ1点で計3.5度が入ったと。そのまでに1点入れてたから計4点やと。いうことで、えー、この試合はここで決まったかなと。ジャクソンとお井上春人のピッチングについては、えー、概要欄に入れておきますので、えー、また興味のある方はご覧になってください。えー、いい球投げてましたよ。それから、えー 得点圏のチャンス、ちょっと言っておきましょうか。あ、ヒット数行きましょうか、まずは。えー、ヒット数は巨人が6本。DNA が3本。ということで、巨人が上回りました。えー、四死球は、巨人がパワーボールが1、デッドボール0。えー、DNA はパワーボール1、デッドボール1ということで、えー、四死球は DNA の方が少し多かったと。えー、アンダー相当数です。 え、アンダー相当数でいくと、巨人は7アンダー相当。そして DNA は5アンダー相当。ということで巨人が上回っています。えー、閉札打は巨人が一つ、くらってます。DNA は、くらってません。ということで、えー、まあ、あの、 7アンダと5アンダ相当なんで、ほとんど、まあ、2アンダしか変わらないんで、こんなに点数湧くことはないんですけども、まあ、やっぱり守備の乱れやな。そういうところでもって、点が入ったんで、え差、ー、がついてしまったと。点差がね。そういうことです。あとは、得点圏チャンスです。巨人は、得点圏チャンスは3度ありました。DNA は1度だけです。巨人の3度は4回、6回、 7回でした。で4回には、えー、1点入れてます。これは岡本のダブルプレイで三塁ランナーがホームインというところでした。そして、えー、6回は0点で、えー、7回は3点。さっきの回はね、さっき説明した通りで3点入れました。計4点を得点圏のチャンスで取ったと。全部の点数は得点圏で入れてます。ということでねで。3度チャンスのうち2度得点にしてます。 で、DNA については一度だけしかチャンスがなかったと。得点圏チャンスね。これは9回でした。でも9回全く点が入ってないんで、結局は得点圏チャンスでのお得点はゼロです。えー、チャンスは1分のゼロだよね。得点で言うと。そして、えー、DNA の得点1点というのは、戸柱のライトへのソロホームランということでしたので。これはまあ得点圏関係ないんで。 えー、そういう形での得点でした。もうどうでもいいけど早い終わらへんやろか。別にどうでもええねん。どっちが勝とうと私はどうでもええねんけどさ。まあ、ね。まあ、あの、あれやな。長引くと DNA は不利やな。うん。まあ DNA がこのファイナルを勝ち抜けようと思ったらもう明日勝つことやな。 たぶん明日負けたら巨人になるよ。明日って誰が投げるのかな。なんか巨人が胴上げされるのがちょっと尺なだけでな。おまへん。まあな。まあどうせソフトバンクに負けるんやろうけどな。負けるやろな。どっちが出ても負けそうやなとは思うねんけどそうかと言って、来年の藤川監督ではな。そうや、ん、な。ちょっとしばらく暗黒が続くやろしな。うん もう、なんか、おもろないわ。うん、えっとね、巨人は明日は山崎、山崎より、そして DNA は浜口や、坂上二郎や。ああ。います、と言いますやな、ね。と言います、と言いますや。投げてみんな分からんけど山崎の方がやっぱりええやろな、シーズンは。浜口はそんなにいいイメージないもんな。でも、どこまで悪かったのか分からへんけど、どのぐらい勝ってんや。 ああ2勝4敗やもんな、本気。2桁勝ってないんやもんな。いい時は2桁勝ってたからな。ああ今年は悪いんや。いいね,ね、もうちょっとピッチャーがもう、なんか、そこをついてんねんって。それはしゃあないよな。ファーストステージから戦ってねんから、ずーっと連戦、連戦というか、まあ、1日空いたけどな。ファーストステージとあのファイナルで1日だけしか空けて,てないから。ここで1週間ぐらい取ってくれたらまだピッチャー投げれるようになんねんけど、そうはいかへんやん だから、どうしてもファーストステージに戦ってる方はピッチャーが折れるようになるから、だから、ファーストステージはなるべく2試合で終えたいと、まあ、2試合で終えたいね d n a は。やっぱりなさあつけて勝っとかないあかんねん。まあ,あの、とにかくあしたやのね、d n a は。だけど、ちょっと厳しいな、これ、まあ、いおりからうう打つしかないわな、打って勝つしかないわ、多分 明日、序盤に巨人がに入ったら、巨人の方がだんだん勢い出てくるから。もう今日いい勝じ方してるから。今日坂本が頑張ったな、それとな。そんな風に思いますわ。坂本は、あのー、打って走って、いうことで、えー。で、ヘッドスライディング2回やったしな。うん、今日はだいぶ、あのー、体もきついんちゃうか。あちこち痛いんちゃうか。わからへんけど。ちょっと痛い目に打った方がええねん。悪さばっかりしてるから。 そんなところで、今日はそんなような試合で、巨人が初勝利ということでした。以上です。